同機動類の霊人は同一の状態で同じところにわしや栄えさらざる者はその内臓する者の度合いに正比例して遠ざかる同類は相寄り相集まり結び栄えゆ生前の世界は地上人の世界の原因であり主体であるがまた下の世界に通ずる同期同一線上にいる霊人たちはかつて一度も介せず語らざるも百年の友であり兄弟姉妹であるごとくにお互いにそのすべてを知ることができる生前の世界におけるかかる霊人が肉体人として生まれ出た場合の多くは同一の思想系を持つ。ただし地上人としては時間と空間に制限されるがゆえに愛会しそう語られざる場合も生じてくる。また生前の生活と同様のことを繰り返すこともある。霊人の同一線上にある場合は、その根本的要望は非常に似ているが、部分的には相違し、同一のものは一としてない。そこに存在の意味があり、真実の道がやさかえ、愛を生じ、真が湧き出てくるのである。生前の霊人の場合は、自分自身の持つ、うちの情動は、そのままに、その霊体の中心をなす、顔面に集約され、端的に現れていて、いささかも反する顔面を持つことは許されない。一時的に満たすことはできても長くは続かない。この状態にある霊人が多ければその団体の大きく少なければその集団は小さい数百万霊人の集団もあれば数百数十名で一つの社会を作る団体もあるおのおのの団体の中には、また特に、総じた浄土の霊人の数人によって、一
つの家族的小集団が自らにして出来上がっている。そしてまた各々の集団の中心にはその集団の中にて最も神に近い霊人が座を占め、その周囲に行く上にも内分の神に近い霊人の順に座を取り囲み運営されている。もしそこに一人の場所一順序の間違いがあっても、その集団は呼吸しない。しかしてそれは一定の戒律によって定められたものではなく、あんながらの流れ、すなわち歓喜によって自ら定まっているのである。またこれら集団と集団との交流は地上人のごとく自由ではない。すべては神の神を中心として神の姿を形成しているのである。神と神とを生前の世界において分離することは極めて至難ではあるが、ある段階に進むときは一時的に分離が生ずる。しかしこの場合も神は神であり、神は神である。これが地上世界の行為に移りたる場合は、不自由不透明な物質の約束があるため、その分離、乱用の旅がさらに加わって真偽混乱に及ぶものである。悪人が善を語り善をなし真を説くことが可能となるがごとく映し出されるのである。生前界では悪を意識して悪を行うことは御用の悪として自ら許されている。許されているから存在し行為し現れているのである。この場合の悪は悪にあらずして神の神であることを知らねばならない。すなわち道を乱すがゆえである。地上人の悪人にも善人にもそれは強く移り移される。愛は真により、真は愛より向上し八坂する。その根底力をなすは歓喜である。ゆえに歓喜なきところに
真実はない。歓喜の中に、また歓喜があり、真があり、真の真と現れ、神となり、神と集約され、その集約の神の中に、神を生じ、さらになお神と、やさかゆる、生前の世界、下の世界を通じて一貫せる大波の大歓喜の流れゆく姿がそれである。大波は常に流れ生きて一定不変ではない。千変万化、常にやさかする姿であり、大歓喜である。歓声より大歓声へ向かい、進む大歓喜の呼吸である。されど、地上人においては、地上的物質に制限され、物質の約束に従わねばならぬ。そこに時間を生じ、距離を生じ、これを破ることはできない。故に同時に、善と悪との両面に通じ、両面に生活することとなるのである。そこに地上人としてのたっとき悲しさが生じてくる。霊人においては、善悪の両面に従することは原則として許されない。一時的には仮面をかむり得るが、それは長く続かず、自分自身を見耐えぬこととなる。地上人といえども、本質的には善悪両面に呼吸することは許されていない。しかし悪を抱き、参らせて悪を御用の悪として育てたまわんが、ために課せられたる地上人の光栄ある大使命なることを自覚しなければならない。悪と偽に同時に入ることは一応の必要偽として許される。なぜならばそれがあるためにやさかし進展するからである。悪を殺すことは善をも殺し、神を殺し、歓喜を殺し、すべてを殺す結果となるからである。霊物のみにて、神は歓喜せず、物質あり、物質と霊物との調和ありて、初めて力し、歓喜しやさか、
するからである。霊は絶えず、物を求め、物は絶えず霊を求めてやまぬ。成長、呼吸、やさかは、そこに歓喜となり、民と現れたまうので、ある、霊人も子を産むが、その子は歓喜である、歓喜を産むのである。